あ、三人の方、だから二人の方見てくださってるんですね。ありがとうございます。じゃあ、自信を持って始めていこうかなと思っております。すごいなんかね、のっぺりしたこの感じね、ちょっと寂しいですね。なんかもうちょっとあの、なんか華やかにすればよかったなと思っています。で、今日は、えー、っとね、焼き菓子プロコースで作ったフィナンシェ。 第2回目がフィナンシェの回だったんですけど、それをね、いろいろ、あのー、解説をここでね、公開でさせていただこうかなと思っております。じゃじゃじゃん。はい。で、えっ、ー、とね、付き合い入ってるので、こういうね、ちょっとコックコートで、えっ、ー、と、焼き菓子プロコースはやっておりますので、今日もこのスタイルで。 やっていきたいと思っております。何かね、ご質問とかありましたら、ぜひ、あの、どしどしと質問いただけるとお答えできるかなと思います。はい。ではですね、えー、っと、焼き菓子プロコースは、ではですね、フィナンシェの回では、えー、っと、しっとりさせるものですね。フィナンシェってやっぱしっとりしてるっていうのが美味しい特徴でもあるので、お、お、お、ね、しっとりさせるものっていうので、 えー、ちょっとこれ、バーチャル背景やめようっと。はい、ちょっと待ってね。ノンはい、こんな感じですね。しっとりさせるものということで、まあ、こういうものが使われたりします。一つ、砂糖ですね。砂糖もしっとりさせる効果、すごくあるんですよ。なので、減らすとやっぱりちょっとパサついたりしますね。 で2番目がに水飴ですね。水飴もいろいろあるんですけども、こういうご家庭で買える水飴で大丈夫ですので、この水飴を使いました。そしてね、よくあるのが蜂蜜ですね。蜂蜜も使っていただくといいです。で、最後ね、この天下刀っていうの、あまり聞いたことがないと思うんですけど、 お菓子のプロの方はよく使われますね。これね、えっと、富沢商店とかでもこんな風に少量で売っているのですごく使いやすいんですが、天下糖、鳥モリンって、これはね、砂糖をね、分解したものなので、全然あの、悪いものではないんですね。で、分解するとすごくあのー、こう、 あるものを握ってて、まあ酸とか加熱とかすると、パンって手を離して分解するんですけど、この手を握りたくって、空気中の水分を握ってしっとりするみたいな、こう、ものですね。このね、天下糖ね。それぞれしっとりさせるものですけれども、特徴が違います。で、えっと、例えばですけど、蜂蜜なんか風味が出ますよね。で、まあ天下糖なんかは、これ見てもらって、白濁しててね、どっちか、なんていうのかな。 結構弾力があるんですよ。なので、入れると弾力があるようなしっとり感が出るって、えー、と思います。水飴はこの、えー、と風味がなくてしっとりさせるっていう感じになっていきます。で、えー、とこの間作ったのを試食してみようかと思うんですけど、えー、とその時ですね、プレーンね、えー、何もしっとりさせる水飴とかがないものを作ってます。 でそれでもしっとりするんですよ。レシピによっては。で、プレーン1とプレーン2っていう、えー、レシピをね、違うレシピ、違う作り方のものを出してるので、ちょっとこれね、書いとかないと、あ、こっちか。書いとかないと全然分からなくなるので、まずプレーン1ですね。プレーン1。っていうのが、まあ、こういう感じで。 プレイン1ね。で、えっ、ー、と、他ね。これ、だから、えー、水飴とか入ってないバージョンね。これ、水飴入ってるバージョンですねで見た。見た目も変わってくるんですけど、これはね、肩とかにもよります。あ、ちょっとベタベタしてる。ね、水飴ね。ちょっともう手、きれいに洗ってますので大丈夫です。そして食べるのは私なので。はい。で、これが蜂蜜です。あ 蜂蜜も、はい、ベタベタしてますね。蜂蜜。そして最後は天下刀ですね。天下とね、ちょっとね、焼きすぎたっていうあります。あの、肩がね、薄かったんですよね。天下といまにベタベタしてない。でもちょっとしっとりしてるかな。じゃちょっと食べてみましょうかね。あ、そうか、4つ並べれるかな。まあ、でもね、あんまりね、変わりはないんでその、どこ、焼き、 ショート天加糖は焼き色つきすぎたんですけど、私の残ってるのって生徒さんに全部配分したので、一番状態がよくあまり良くないものを残してます。よいしょ、こうこうこうね。で、感触としてはやっぱり、はちみ水飴がベタベタしてます。で、ちょっとこれはね、比べられなくなってるかな。天下糖も本当はベタベタします。そう。 この辺はベタベタして、これは結構、えー、入ってないやつはそんなにベタベタしないんですね。では、ちょっと食べてみましょう。えい。割った感じとか見えてるもんね。あんまりわかりにくい。うんうん。でも、しっとりしてる。うん。こうやプレーンね。何も入ってないやつで。これが水飴です。うん。 美味しい。しっとりしてる。<laughs> 砂糖よりももっとしっとりしてる。これが、水る水めじゃない。蜂蜜。蜂、う、蜜、ん、は,は、しっとりしてるんですけど、蜂蜜の風味がつきますね。ねこれが、 天下と、あ結構もっちりって感じ。うーん、すごく弾力がつきますね、えっと、うん、どれもすごくおいしい。12月14日に製作したので、まだ1週間、5日目ぐらいです、ね、とうんぐらい経ってるお菓子になります。それをすぐに こういうい、ね、普通の簡易の脱酸素は対応じゃない簡易の袋に入れて保存してました。らえー、とそうですね、えー、レッスンの時はみんなでそれを食べて食べ比べとか感想を言い合うんですけど実はこの辺って日が経たないとわからないんですよね。で、まあ、こういうお菓子って日持ちをさせるっていう日持ち するから良かったりしますよね。贈答とかギフトにお渡しするので、日持ち、火を経った後に食べてみるっていうのがすごく大事になります。で、今食べたところ、うんと、やっぱりそれぞれの特徴が出ますね。やっぱりしっとりさせるものを入れたやつはしっとりしてるし、ちょっとベタベタした感じがあります。で、まあ、そういう意味では水飴はしっとりしてるけど、さっぱりしてますね。 で、蜂蜜は風味がすごい出てくる。蜂蜜の風味。これもだから、あのー、うまく使えばいいですよね。蜂蜜でもね、高い。そこが問題。で、これですね、トレモリン、天加糖っていうのは、えっと、しっとりしてるし、弾力がある感じ。なので、これは、ま、その、好みでもいいと思います。で、私は意外に、うんとな梨も好きやなと思ってます。 えっとこのレッスンを作る時にこの間までいろいろ試作しました。でやっぱりしっとりしているものがいいかなと思って結構ね天下刀を使うっていうのをねいろいろじゃんじゃんやってみたんですよね。で天下刀を使うと、まあ、今回はね量をね減らしたんですけどもうちょっと通常のレシピだったら入ってるものが多くて、えー、それにやってみると火が立てば立つほど なんだろうな、市販で売っているフィナンシェみたいになっちゃったんです。<laughs> どういう意味って、なんか普通のフィナンシェになっちゃったね。この個人のお店がやっている焼き菓子の美味しさっていうのは、やっぱりフレッシュ感は大きいかなと思うんですね。 百貨店とかで売ってるのでやっぱりすごい日持ちさせるためにあるので、やっぱなんか最後はみんな同じ、ああ、こんな味ねっていうのになっていく気がしてるんですけど、でこの個人店のものってすごい美味しいなと思うのは、やっぱフレッシュ感だと思うので、そういう意味では、例えば上手に使ったらいいなと思ってるんですね。すごくちょっと少なめにこのしっとりするものっていうのを入れていくと、 その市販によくある味になっていかないように使っていただけるといいかなと私は一つ思ってます。もしくはもうなしっていうのもなんかいいなと思う。これはね、実はね、粉砂糖を使って、えっ、ー、と、作っていますので、滑らかでしっとりしてるっていう、でも、さっぱりしてる <laughs>。っていう、美味しくできております。はい。こんな感じでね、えっ、ー、と、この辺の、しっとりさせる。 っていうのはあ使っていただけるとあ個人店ではいいんじゃないかなと思います。はい。で、次ですね、次やったのがですね,はね、味の変化、これがやりやすいんですよ、フィナンシェ最高やなと思ってます。で、やったのがメイプル味とピスタチオと栗とあともう1個ぐらいやってる。 いやあ、チョコレート。えっ、ー、とね、ここはユズってユズの皮を入れたやつとかもね、やったんですけど、まあ、味の変化をさせるときにね、どういうふうにしていくかっていう考え方ですね。まあ、メイプル、メイプル味私ね、めっちゃ好きなんですよ。あの、ホットケーキとかにね、かけるメイプルシロップがめっちゃ美味しくて、で、えー、メイプル味しました。で、それにするときに、 まあどうやってやるかというと、メイプルシュガーとかね、メイプルシロップっていうのがあるんですけど、どっち使おうかなーって思ったんです。で、メイプルシロップでもよかったんですけど、今回ね、シュガーを使ってみました。その理由は、うんとね、私なんかどうもベタベタした感じが嫌やなと思ったので、まあ、シロップを使うとベタベタしていきますよね。絶対。こ中に何を入れるかで その特性が出てきます。なのでなんかねベタベタ刺したくないと思ったのでシュガーを使いました。そしたら、まあ、砂糖もしっとりする効果があるのでふんわりメープルが香るっていう優しい味を出すことができました。でまあ砂糖のそうですね持ってる今まで入れてた砂糖の半分ぐらいをシュガーに置き換えて作ってみたんですけど優しい味になったので。 もしもっと聞かしたかったら、その割合を増やしていけばいいですね。うん、次、ピスタチオ。ピスタチオはいいですね。ピスタチオはね、すごいね、商材としてもすごくいいなと思ってて、えー、みんなピスタチオ好きな人多いですね。で、高い。もう本当にね、材料めちゃくちゃ高いんですけど、買う人も理解してくれてるので、高く買っておきます。だからもうね、使っちゃったらいいんですよね。 でまあ、ただ、試作の時に勇気がいるんですよ。例えばあ、富澤商店でも本当にね、ちょろっとで、ペーストだったらもうちょろっとで1000円か2000円ぐらいで売ってるんですよ。で、粉状のピスタチオも本当ちょろっとで1000円ぐらいで売ってるので勇気がいるね。<laughs> まあ、それをね、レッスンでさせていただいて、あ、これは美味しい。使えると思ったらちょっと思い切って買うことができます。 はい、で今回はペーストと粉状と試してみました。で、えっ、ー、と、そうですね、まあ、粉状でいけたら粉でいきたいなと思ったんですけど、あんまり味が出なかったんですよ。あんなに高かったのに。<laughs> それでペーストを試みると、ペーストすごいおいしくね、出たんですよね。で、皆さんも、あ、こんだけあのピスタチオの味が出てたらいいねっていう話で、ピスタチオね、えー、ペーストで。 使いました次栗,です、ね、栗も栗ももうね栗の好きな人は何でも栗買っちゃうっていうね栗もえっ、ー、とまあマロンクリームマロンペーストとかいろいろありますよねだからそういうペースト状のものかあとはマロンパウダーっていうのもありますよねでもしくは栗ゴロゴロゴロってあの渋皮煮でもいいし、えーにえー、蒸し栗でもいいので 入れててみるるいいうやり方があると思いますで結局私はですねやっぱりペーストを使わなかった理由は、えー、あれ缶,缶のもの多いじゃないですかまあ袋でもいいんですけど一回開けてしまうと早く使わないといけないなっていう脅迫観念に駆られるものですよねまあ冷凍とかもできるんですけど実際ペーストは。 で、まあ、それでペースト高いしね。なので、ちょっと粉でやってみたん、ね、で、マロンパウダーで。そうしたら、ふんわり優しい栗の味が出ました。で、さらに渋皮煮をラム酒ちょっとつけて、で、それを入れてやったんですけど、もう、なんか、それが美味しかった。もう栗ね、それが美味しかった。えっ、ー、とね。でね、さらにね、栗はね、まあ、肩でもすごい遊んだんですけど、今回。 栗はこんな感じで仕上げてみました。こんな感じで。かわいいでしょこういうね、焼き菓子ね。でなので、まあえーとーまあ、これに栗をゴロゴロゴロって入れてあげると、すごく美味しい栗になったんですね。はい。で、そんな感じでね、ちょっと味変をやってみたんですが、いろいろで、ね、これは、えーと、ここはね、ここはパウダーとチョコレートを入れました。これね、ちょっとしっとりしてて、こんな感じになってるのは、 えっと、ピール私結構甘夏のピールを炊くのが好きでそれ炊いたやつをちょっと入れてみるとめちゃくちゃ美味しかったです。はいえー、っとそうですね。でまあそれはそれですごくねあの味変もね面白いないろんなことできるなっていう展開になったんですね。でまあ,、まあ、ピあのフィナンシェっていろいろ遊べるんですけどもう型もいろいろあるんですよね。 これ短いバトン、バトン型とか、よいそう、さっきやった栗、栗、こういうね、栗の型とかね、栗の型はね、なんかこれはちょっと軽くてペラペラなので、まあでも今んところ焼きは悪くないので使います。なんかこう、ネットでこの栗の方を探してもらうと安くて1000いくらぐらいで買ったんですけど、 なんか中国ぐらいから送られてきました。でも使えます。ね、すごいいいなと思ったんですこちらの方ですね。松永製作所さんの、この方。いい色に焼けますね。しっかり。形も可愛くって、すごいね、いいですよ。いやちょっと。なんか、えー、こういう形に焼けますね。 ちょっと、これが、こう、よくある、ペラペラ、薄い感じこんな感じで焼けるので、これ、だかかね、しっとりなりやすいですよね。そう、しあとはね、このね、これもすごい、机型もすごい可愛く焼けます。こんな感じね。まあね、松永さん、しっかり、あの、熱伝導が均一に入って、すごくいいです。 でこれがこういう感じの机型に焼けるので、はい、かわいく焼けて、なんかね、いいなと思います。で、そもそもの薄っぺらい、この、こういうのあ、ね、こういうのとかも全然すごいね、フィナンシェらしくていいと思います。ということで、長々としゃべりましたが、皆さん何か質問ありますでしょうかよいしょ、これが、 皆さん見れているのかどうかね、確かめにくいんですよね、私ね。はい。ということで、もしご質問なかったら、えっ、ー、と、この辺で、今日はね、終わりたいと思うんですけれども、ありますかかなはい。またね、こういうちょっとした、あのー、まあ、こういうレポートですね。本当に焼き菓子で、えー、お仕事したい方向けの講座を作っております。 またですね、えー、っと、まだ全然初心者で私始めようかどうか迷ってるのみたいな方。で、どうやってね、あの、お店、販売していけばいいのかなっていうのを、ステップメールっていうのを今、えー、お届けすることができますので、よかったらね、メルマガになります。7日間で学べる、えー、実践、えー、実践ステップメールみたいなね、お菓子を販売するための、 実践メールってなってますので、違うな。<laughs> ちょっと待ってね。ちゃんとしたタイトルがですね。はい。えー、っと、焼き、焼き菓子販売の夢を現実に7日間で学ぶ実践ステップっていうのを、えー、送っておりますので、よかったらコメント欄にリンクを貼っておきますので、よかったら皆さん、リンク、えー、メルマが登録してください。 登録するときは Yahoo か Gmail を使って登録してください。携帯のキャリアメールだとね、えー、と迷惑メールの方に行っちゃってなかなか送れないことがありますのでよろしくお願いします。はい。ということで皆さん、えー、また、えー、開催したいと思いますの、ね、で今日はこの辺で終わります。ありがとうございます。